4. ジメチルアミノピリジンは、様々な有機合成反応で触媒として用いられる、嗅覚剤、合時おもとである。4ピリジン、N、N ジメチルマイナス4、アミノピリジンとも呼ばれ、ドマップと略称される。利用例として、酸無水物のエステル化、ベイリス、ヒルマン反応、シリル化、トリチル化、シュテークリヒテニー、シュタウディンガー反応などが挙げられる。 ドマップの合成はピリジンを出発原料とする。まず4ピリジルピリジニウムカチオーンに酸化し、次にジメチルアミオを反応させることでドマップを得る。無水酢酸のエステル化における反応機構は次のように考えられている。まずドマップが無水酢酸に孵化し、酢酸,酸イオンとアセチルピリジニウムイオンの不安定なイオン体を形成する。次にアルコールがアセチル元を攻撃し、 エステルとなる。この段階ではアルコールがアセチル元と共有結合を形成し、カウンターイオンのアセテートがアルコールからプロトンを受け取る。最後にアセチル元とドマップの間の結合が切断され、触媒として再生する。この際、生成した作酸によってドマップがプロトン化されるので、補助塩基としてトリエチルアミンなどを共存させてプロトンを引き抜かせ、 フリーなドマップを再生する。分子内に複数のヒドロキシ元が共存する化合物について立体障害の影響が小さい Q アルコールのみを選択的に保護する際の延期触媒として用いられる。例えば、触媒量のドマップ存在化にエチルヘキサンマイナス1、3、ジオールに対してタートブチルクロロジメチルシランを作用させると 二級アルコール部分を変化させることなく、一級アルコールのみがシリル化された生成物が得られる。また、クルコースを取り散るもとで保護する場合にも、ドマップを用いると一級アルコールへの選択的が見られる。ピリジンを用いた同様な反応は、より遅く、生成物の収率も低いと報告されている。その比較的強い毒性からドマップの使用には、 危険性があると認識されており、特に皮膚から吸収される性質のため、皮膚との接触は致死の可能性がある。また腐食性である。ありがとうございます。